ジブリッジ第5課ステップ1殺人事,件現場事件が起きたのは金曜日の午後だったその日は妻の29回目の誕生日で私は久しぶりに休みを取って家にいた そそろそろ出かけようか妻にそう話した時電話のベルが鳴った三井さんお休みの日に申し訳ありませんが殺人事件です電話は後輩の西村刑事からだった私は妻の残念そうな顔を見ながら聞いた場所は殺されたのは 山下正雄という推理作家だった胸をピストルで撃たれて死んでいた死んだのは午後3時半ごろ近所の人によるとバーンという大きなピストルの音がしたそうだ死体を最初に発見したのは被害者の妻だった買い物から帰ってきて夫の死体を発見したそうだ何か取られたものはありますかえっと… キャッシュカードに外国製の時計それに現金を30万円ぐらい取られたようですお金はいつもどこに置いてあるんですかいつも金庫の中に入れてあるんですけど金庫は鍵が壊れていましたところであなたがご主人の死体を見つけた時の部屋の状態なんですがはいまず入り口のドアは開いていましたそれに鍵もかかっていませんでしたへえ 三井さん、どうかしましたかうん、ちょっとね。奥さん、他にはそうですね。あとは窓もカーテンも閉まっていました。部屋の電気は消えていて、夫の机の電気だけがついていました。ご主人が殺されたのは3時半頃でしょう。外はまだ明るかったのに、カーテンが閉まっていたんですかええ。夫は仕事をするとき、いつも部屋を暗くするんです。 仕事にに集中できるようになるほど他にも何かありますかそうですねテレビはもちろん消えていましたしあ床にはピストルが落ちていましたうん三井さんこれは強盗殺人ですよ犯人はお金を取りに入ったが山下さんに見られたので殺してしまったんじゃないでしょうか西村刑事はそう言った ししかし私にはそうは思えなかったステップ2目撃者の証言不動産屋川田ピストルの音ですかええもちろん聞きましたよ事務所で一人で仕事をしている時でしたね突然バーンという音がしたんでびっくりして外を見たんです ちょうどその時鈴木さんが事務所の前を歩いているのを見ましたよ怪しい人ですかそういえば黒い帽子をかぶった人が駅の方へ走っていくのを見ましたね顔は分かりませんでしたけどマンションの隣人鈴木ピストルの音ですかええ聞きましたよちょうど不動産屋の前を歩いている時でした 黒い帽子をかぶった人ですかええ見ましたよ顔は見えませんでしたけど駅の方へ走っていくのを見ましたねえ犯人ですかそんなことわかりませんよでも昨日の夜山下さんと奥さんが大声で喧嘩しているのを聞きましたよなぜ喧嘩していたかは分かりませんけど山下の妻ピストルの音ですかええ聞きました 駅前の美容院から帰ってくるとき、バーンという音を聞きました。まさか自分の夫が殺されたなんて。え怪しい人ですかさあ、でもその少し後で出版社の田中さんが駅の方へ走っていくのを見ましたよ。こんにちはって言ったんですけど、気がつかなかったようですね。昨日の夜ですか、ええ、そうです。夫と喧嘩をしました。 理由は夫の愛人問題です。山下の愛人、優子3時半ごろ駅前の喫茶店でコーヒーを飲んでいたわよ。ピストルの音ああ、そういえば店を出た時、バーンという音を聞いたわね。怪しい人うん、見なかったわ。出版社の田中さんなら見たけど、黒い帽子をかぶっていたわね。 あ、それから木村病院の先生喫茶店で娘さんと話しているのを見たわえ誰が犯人だと思うかですってもちろん奥さんよ他に考えられないわ出版社社員、田中。ピストルの音ですかええ3時半ごろ駅前のパチンコ屋で遊んでいる時聞きましたよ バーンというすごい音でしたね。山下先生の奥さんですかいえ、お会いしませんでした。私、3時から4時半頃までずっとパチンコ屋にいましたから。犯人ですかわかりませんね。で、山下先生、いくら取られたんですか医者、木村。ピストルの音ですかええ、うん、聞きましたよ。 喫茶店で娘とコーヒーを飲んでいる時でした。すごく大きな音でしたね。優子さんですかええ、喫茶店でコーヒーを飲みながら雑誌を読んでいるのを見ましたよ。犯人ですかそんなこと、私にはわかりませんわ。ステップ3三億円事件事件の概要 昭和43年12月10日その日東京は雨が降っていた午前9時20分ごろ東芝社員のボーナス3億円を乗せた日本信託銀行の車が府中刑務所の裏側まで来た時白バイに乗った一人の警察官が車を止めた警察官は「今朝。 あなたた。ののの銀行の支店長の家が爆破されましたこの車にも爆弾が仕掛けられているかもしれませんので調べさせていただきます皆さんは危ないですから車から離れていてくださいそう言って警察官が車の下を覗くと突然白い煙が黙々と上がったびっくりした運転手たちは慌てて車から離れ遠くに逃げたがしばらく経っても何も起こらない 運転士たちが恐る恐る顔を上げるとそこにはもう車はなく現場には白バイと発煙筒だけが残っていた警察はすぐに事件を調べ始めたその結果1時間後現場から2 5キロ離れたところで盗まれた銀行の車が見つかったが三億円はもうすでになかったもちろん 支店長の家が爆破されたというのも嘘であったその後警察は目撃者の証言をもとに犯人のモンタージュ写真を作り延べ2万人の警察官が事件を捜査したが結局犯人は捕まらず7年後に事件は時効となった犯人を推理するさてこの事件の犯人はどんな人物だったのだろうか 目撃者の証言によると白バイに乗った偽警察官は二十二三歳に見えたという。ということはつまり犯人は学生だったかもしれないということだその頃は学生運動がとても激しかった頃で社会に不満を持つ学生がかなりたくさんいたからその中の誰かが事件を起こしたということも考えられる。では もし犯人が学生だったとしたら一体どんな学生だったのだろうかここで重要なのは犯人が使った発煙筒であるこれはもちろんデパートやスーパーで買ったものではない犯人が自分で作ったものであるまたその発煙筒には「電波科学」という雑誌の1ページが使われていたがこれはかなり専門的な雑誌だそうである とということはつまり犯人はかなり専門的な科学や工学の知識を持った学生だった可能性が高いということであるその一方で犯人は心理学を勉強した学生だったということも考えられる実は事件が起きる4日前に日本信託銀行の支店長に爆破を予告する脅迫状が送られていたのである 運転手たちはそのことを知っていたので車に爆弾が仕掛けられているという犯人の言葉をすぐに信じてしまったのだ犯人は運転手たちの心理を実にうまくコントロールしているもちろん犯人は一人ではなく二人いたということも考えられる工学や科学を勉強した学生と心理学を勉強した学生が 二人で起こした事件だったという可能性である確かに三億円という大金を一人で運ぶのは大変であるモンタージュ写真の男のほかにもう一人犯人がいてその男と一緒に三億円を運んだということも十分に考えられるのではないだろうかしかし犯人はどうして銀行の車が 府中刑務所のの近くをを通ることを知っていたのだろうか車がどの道を通るかは銀行と警察しか知らないはずであるということはつまり犯人は学生ではなくもしかするといずれにせよ事件は謎のままである第6課ステップ1「理想の結婚」。 鈴木幸子さんの話私はやっぱり頼りがいがあって私をグイグイ引っ張ってくれる人がいいな守ってもらいたいっていうかとにかく男らしい人が好きなのできれば5つ以上年上でスポーツマンの人がいいわね仕事結婚したらもちろん辞めるつもり専業主婦になって彼のために。 色々なことをしてあげるの。料理を作ってあげたり洗濯をしてあげたり友達はみんな古いって言うけど私は結構尽くすタイプだからそういうのが大変だとは全然思わない家で晩ご飯を作りながら子供と一緒に夫が帰ってくるのを待っているそういうのっていいと思わない岡田大介さんの話。 僕たちは夫なんだから妻のためにこれをしてあげなければとか君は僕の妻なんだから僕のためにこれをしてもらいたいとかそういうふうに考えるのはあまり好きじゃないんですだからもちろん妻に仕事を辞めてもらいたいとは全然思っていませんし専業主婦になってもらいたいとも思っていません 相手に何かを求めるのではなく、お互いに対等な関係で友達同士のように相談し、助け合いながら生きていきたいと思っているんです。僕にとって結婚とは、二人三脚のようなものなんです。西山幸恵さんの話私たちは結婚してもう2年になりますが、外出するときは今でも恋人同士のように手をつないで歩いています。 友達からはよく結婚する前は毎週のように彼が映画に連れて行ってくれたり食事に誘ってくれたりしたのに結婚したら急にどこにも連れて行ってくれなくなったという話を聞きますが私たちの場合そういうことは全くありません今でも休みの日には2人でよく出かけます多分子供がいないというのも理由の一つでしょう友達には、 子供は作らないのとよく聞かれますが私は子供を産んで母になるより死ぬまでずっと一人の女でいたいと思っているんです高橋二郎さんの話僕は結婚して子供が生まれたら妻には仕事を辞めてもらいたいと思っているんです別に僕の世話をしてもらいたいと思っているわけではないんです子供のために、 そうした方がいいと思うんです僕は一人っ子で両親が共働きだったから子供の気持ちがよくわかるんです学校が終わって家に帰っても誰もいないというのは本当に寂しいものですだから子供のために妻には家にいてもらいたいんですそして子供の世話をしてあげてほしいんです子供にはやはり父親より母親の方が大切だと思うからです ステップツー一言言ってあげるみなさんこんにちはケリー松本の一言言ってあげるのお時間です今日も全国からたくさんのお手紙をいただきました今日のご相談者は東京都にお住まいの森下よし子さんですでは早速お手紙をお読みします彼とは学生時代に知り合って5年前に結婚しました 彼はあまりハンサムではないけどすごく優しくて一緒にいるとすごく安心できる人だったんですだから結婚して初めの1年ぐらいは毎日がとても楽しくて幸せでしたでも最近の彼には不満がいっぱいです新婚の頃は仕事が終わると「今から帰るから」と必ず電話してくれたのに最近は「 毎晩何の連絡もせずに酔っ払って帰ってきますそのため結婚前は週末には必ずコンサートや映画に誘ってくれたのに最近では「疲れているから」と言ってどこへも連れて行ってくれません私の誕生日も忘れてしまったようです以前は私の誕生日には必ず何かプレゼントをしてくれたのに最近では花も買ってくれませんし 私がヘアスタイルを変えても彼は全然気が付いてくれません最近は全く愛してるとも言ってくれませんそれだけではありません結婚前は結婚しても君は仕事を辞めなくてもいいし僕も家事を半分手伝うからと言ってくれたのに最近は家でゴロゴロしてばかりで全く家事を手伝おうとしません私が「手伝って」と言うと 仕事なんかやめろと言われますケリーさんこんな夫に一言言ってやってくださいさあ今日も私がご主人に一言言ってあげましょうもしもしお仕事中すみません横浜湾岸ラジオのケリー松本と申しますが森下隆さんですねええそうですけど 今ラジオの生放送中なんですけどあなたの奥さんからお手紙をいただきましてお電話しているんですは、はあ、奥さんに伺ったんですけどご主人は最近毎晩酔っ払って家に帰ってくるそうですねえ、えー、まあ。それに週末はいつもうちでゴロゴロしていて奥さんをどこにも連れてってあげないそうですねしかも結婚するときは家事を半分手伝うと言ったのに 最近は全く手伝わないそうですね仕事が忙しくて疲れているんですよそれは関係ありません奥さんを愛しているならできるはずです本当に奥さんを愛しているんですかもちろんですよでも最近は愛していると言ってあげないそうですね恥ずかしいんですよそんなことは関係ありません今のような状態だとあなた奥さんに離婚されますよえ それは困りますよじゃあ誕生日にプレゼントぐらい買ってあげなきゃ最近は花も買ってあげないそうですねはあすみません私に謝らなくてもいいんですよご主人あなた奥さんの誕生日いつかご存知ですかえっと確か6月のあ今日だそうです今日ですよ本当に困った人ですね じゃあ今日何をすればいいかもうお分かりですね妻に誕生日プレゼントを買って帰りますそうそしてプレゼントを渡す時奥さんにちゃんといつもありがとう愛しているよと言ってあげてくださいねわかりましたやってみますお願いしますよさてご主人に言いたくても言えないことがあるあなた私ケリー松本にお手紙ください ケリー松本はあなたの強い味方です。それでは今週はこの辺で。うちの夫にイエローカード。ケリー松本の一言言ってあげるでした。また来週お会いしましょう。ステップ3国際結婚 杉本忠さんの意見私はどちらかというと国際結婚には否定的な意見を持っていますなぜならば文化の違う二人が結婚するというのは口で言うほど簡単ではないからです例えば宗教の問題です日本人同士の結婚では宗教はあまり大きな問題ではありませんが国によっては必ずしもそうではありません 他の宗教の人と結婚すると考えてみてください。信仰の違う二人が結婚して、果たしてうまくやっていけるでしょうか。子供の宗教や教育の問題はどうしますかいろいろ難しい問題が起きるでしょう。それに、あまりこんなことは考えたくありませんが、もし日本があなたの夫や妻の国と戦争することになったら、よく、 愛は国境を越えると言いますが、現実はもっと厳しいと思います。もちろん、強い絆で結ばれた夫婦や家族もいるでしょう。でも、一般的に言って、やはり国際結婚は難しいと思います。山崎恵子さんの意見私の夫はバングラディッシュ人で、今は日本の貿易会社に勤めています。 私が通っていた大学には留学生がたくさんいたので外国人の友達もたくさんいましたが国際結婚なんて考えたこともありませんでしたですから夫からプロポーズされた時は正直言って悩みました言葉や文化の問題ももちろんですが両親が賛成してくれるかどうかも心配でしたでもいろいろ考えて結局 夫と結婚することにしましまた結婚で一番大切なのは周りの意見ではなく自分たちの気持ちだと思ったからですそれにたとえ日本人同士の結婚であっても価値観が合わなければ必ずしもうまくいくとは限りませんその点私と夫の価値観はよく似ていましたたとえ言葉や文化が違っても 二人が愛し合ってさえいれば、どんな問題も必ず乗り越えられると思います。木下花江さんの意見もし娘から、外国の人と結婚したいと言われたら、私は反対すると思います。もうそういう時代ではないということは十分にわかっていますが、それでもやはり心配なのです。例えば、 言葉の問題です外国語が全く話せない私は娘の夫や孫とどうやって話せばいいのでしょうそれに外国の人と結婚したら娘はいつか私たちを置いて遠い外国へ行ってしまうかもしれません一人っ子ですしできればずっと私たちのそばにいてほしいのですもちろん今は 電話ももインターネットもあります。でもたとえ電話やインターネットで連絡し合えても娘に私たちの世話をしてもらうことはできません今はまだいいですがこれから年をとって体が動かなくなったら重い病気になってしまったらそう考えるだけで不安なのですですからやはり娘には 日本人と結婚してほしいと思っています加藤太郎さんの意見息子はオーストラリアの女性と結婚したのですが結婚の時に反対しなかったといえば嘘になりますね私もやっぱり心配でした心から賛成できるようになったのは実は結婚から1年ぐらい経ってからです 息子の嫁がなかなかいい人であまりいい表現ではありませんが日本人より日本人らしい人だったんです去年の正月に息子と嫁の実家に行ったのですがその時国際結婚で他の国に親戚ができるって結構楽しいものだなと思ったんです国際結婚は確かにいろいろ大変ですが 前向ききに考ええて楽しむことさえできればたとえ言葉や文化の問題があっても大丈夫なのではないでしょうか結婚したばかりの頃は私も嫁に対して「どうして?」と思うことが多かったのですが最近は「なるほどそうか?」と思うことが多くなりました今は息子が国際結婚してくれてよかったと思っています 第7課ステップ1スターの健康法皆さんこんにちはヘルシークッキングのお時間です今日も素晴らしいお客様に来ていただきましたファッションモデルでありまた歌手でもある俳優の大友裕二さんですでは皆さん拍手でお迎えしましょう大友さんどうぞこんにちははじめましてはじめまして 今日はよろししくお願いしますこちらこそ早速ですが大友さんは以前ずいぶん太っていらっしゃったそうですねええそうなんです中学生の頃は体重が8 0キロぐらいありましたえ中学生で8 0キロですかそれがどうしてこんなにスリムになられたんですか高校でサッカーを始めたのがきっかけでしたそれまでは あまりスポーツが好きじゃなかったんですが女の子にモテたくて <laughs> 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 そうですかそれでサッカーは今も続けていらっしゃるんですかええ仕事の仲間とサッカーチームを作っていまして休みが取れると必ずと言っていいほどやっていますなるほどところで食生活についてお聞きしたいんですが食事で何か気をつけていらっしゃることはありますか モデルをやっているので、もちろん食べ過ぎないように気をつけています。ケーキとかチョコレートなどの甘いものはできるだけ食べないようにしています。食事はやはりあまり召し上がらないんですかえ、そんなことはありません。モデルや俳優の仕事はやはり体力を使いますから、暑くて食欲がないときでも必ず三回食事を取るようにしています。 具体的にどんなものを召し上がるんですかそうですね。肉、野菜、魚などをバランスよく食べるようにしています。煮物をよく食べますが、揚げ物はあまり食べないようにしています。他には、海藻やキノコを使ったサラダなんかもよく食べますね。お酒はお飲みになるんですかワインは少し飲みますが、日本酒やビールは 絶対飲まないようにしていますアルコールもストレスを解消するためにはいいと思いますがやはり体にあまり良くないですから他に何か気をつけていらっしゃることはありますか寝ることですね毎日必ず8時間は寝るようにしています1日の疲れを取るためにはそのぐらい寝ないとダメなんですあそれからお風呂は40度の暑さでゆっくり入るようにしています ずいぶん気を使っていらっしゃるんですねええいい仕事ができるように健康に気をつけることも大切ですからそうですかそれではここでちょっと CM をステップ2アロマテラピー京都医科大学の小川と申します今日はストレスをどう解消するかについてお話ししたいと思います 皆さんはアロマテラピーという言葉をお聞きになったことがおありでしょうか最近テレビやラジオなどでよく耳にする言葉ですが今日はこのアロマテラピーについて分かりやすくご説明したいと思いますアロマテラピーというのは簡単に言えば香りを使って心や体を健康にする方法のことです日本でも昔から お香を焚いたりお風呂に柚子を入れたりして香りを楽しむ習慣がありましたがそれもアロマテラピーの一種だと言えるでしょう香りにはいろいろな効果がありますが今日は特にストレスの解消に役に立つものをご紹介したいと思いますまずローズウッドですこれは緊張していてリラックスしたい時にとても効果的です 例えば明日大切な試験があるのになかなか寝られないという時や大好きな人との初めてのデートで胸がドキドキしている時などにお使いください次にペパーミントですがこれはとてもすっきりする香りなので二日酔いや乗り物酔いで気持ちが悪い時などにとても効果的ですそれから夜ぐっすり眠りたい時には 寝る前にジャスミンの香りを嗅ぐと良いでしょう。また、明るい気持ちになりたいときは、グレープフルーツやレモンなどの甘い香りが効果的です。このように香りには不思議な効果があるのです。さて、香りの楽しみ方にもいろいろありますが、ここでは3つほどご紹介したいと思います。1つ目は、方向浴という方法で、 やり方はとても簡単ですティッシュペーパーにハーブオイルをほんの少しつけ部屋に置いておけばいいのですしばらくすると香りが部屋中に広がって気持ちをリラックスさせてくれます二つ目はアロマバスという方法ですこれもやり方は簡単ですお風呂のお湯にハーブオイルを少し入れお湯をよくかき混ぜながら ゆっくりとお風呂に入りますそして3つ目はお茶として飲むという方法ですハーブティーやミントティー中国のジャスミン茶などをお勧めしますただし使い方には注意が必要です特にハーブオイルを体につけるときは水で十分に薄めてから使うようにしてくださいさて最後に一言 現代人にとってストレスは切っても切れない存在だと言えますがあまりに強いストレスは頭痛や胃痛を引き起こし時には心臓発作の原因になることもあります香りの効果をうまく使って上手にストレスを解消するように心がけてください第8課ステップ1日本の大学 政治経済学中山先生の話法学部では毎年2月に卒論の発表会をすることになっているので私のゼミではまず学生に幅広く本や論文を読ませ全員でディスカッションさせることにしていますいろいろな問題やテーマについて考えさせることで夏休みまでに学生一人一人が 自分の研究テーマを決められるようにしたいからですそしてテーマが決まったら図書館などで論文や資料を集めさせ後期はゼミで一人ずつ順番に中間発表をさせますその時もちろん他の学生には発表の内容について自由に意見を言わせるようにします学生はその意見を参考にして もう一度自分でよく考え1月の終わりまでに卒論としてまとめますゼミの成績はその内容をもとにつけることにしています中国語高木先生の話私の授業ではまず学生に中国に興味を持たせるようにしていますそのため4月は中国の映画を見させたり 中国についていろいろ本を読ませたりすることにしています文法や語彙の勉強を始めるのは5月になってからです中国語は発音がとても大切なので学生には毎日家でテープを聞かせ授業では毎回必ず発音の練習をさせることにしています また時々、中国人の留学生に教室に来てもらい、学生に彼らと中国語で話させることにしています。中国語学科の学生は、夏休みに北京へ短期留学することになっているので、学生に覚えさせる語彙は、できるだけ中国へ行ったときに役に立つものを選ぶようにしています。情報処理 三浦先生の話私の授業ではまず学生をコンピューターに慣れさせコンピューータは難ししいいいと思わせないようにしています学生は全員大学から E メールのアドレスをもらえることになっているので最初は学生同士で E メールの交換をさせたりインターネットで図書館の本を調べさせたりすることにしています。そして 学生がコンピューターを使うことになれたら次にプログラミングの基礎を勉強させその後で学生に自由に好きなプログラムを作らせることにしていますホームページを作るのもいいですし簡単なゲームを作るのもいいでしょうそしてプログラムが完成したらクラスで発表会を行い学生たちにどうすればもっといいプログラムになるかを話し合わせお互いに アイデアを出させるようにしています。ステップツ親の立場、この立場、母親の意見。将来子どもには医者か外交官になってほしいので、大学もできれば医学部か法学部に行かせたいと思っています。そのために小学生の時からずっと塾に通わせてきましたし。 英語も習わせてきましたもちろんテレビゲームは絶対にやらせませんでしたし漫画も読ませませんでした代わりに週に一度水泳をやらせて体を鍛え毎日1時間は小説や詩を読ませて教養をつけさせるようにしました食事にも気を使いました。 インスタント食品やお菓子は絶対に食べさせませんでしたしジュースもフレッシュジュース以外は絶対に飲ませませんでしたまた心を豊かにするためにピアノや絵を習わせたりもしましたこのような育て方には賛否両論があるでしょうが本当に子供のことを大切に思うならそのくらい厳しく育てるべきだと思います 大学に合格したら一年ぐらいアメリカかカナダに留学させたいと思っています国際化の時代ですし外国でいろいろな経験をさせた方がいいと思うんですそして大人になったら世の中の役に立つ子になってほしいと思っています息子の意見高校卒業したら僕は芸術大学に行きたいと思っています そこで絵の勉強をして将来は画家になるのが夢なんです両親は僕に医者か外交官になってほしいと思っているようだけど僕にはそのつもりはありません僕の父と母はとにかく厳しくて子供の頃からいろいろなことをさせられました僕はもっと遊びたかったのに塾に通わされたり 英語を習わされたりしました。りししまもちろんテレビゲームなんか絶対にやらせてもらえませんでしたし漫画も読ませてもらえませんでしたその上僕はスポーツが好きじゃなかったのに毎週水泳の練習に行かされたりもしました本も小説や詩ばかり読まされました食事もインスタント食品やお菓子は絶対に食べさせてもらえませんでしたし ジュースもフレッシュジュース以外は絶対に飲ませてもらえませんでしたもちろん両親に感謝していることはたくさんあります絵を習わせてもらったことは今でも本当に良かったと思っていますだから今までは両親の言う通りに生きてきましたでも高校を卒業したら今度は僕の好きなようにさせてもらおうと 思っています。